さんこんにちは。令和元年10月号の WebTV 阿蘇プラスです。さあ、待ちに待ったニュースが入ってきました。ご存知の方も多いかと思いますが、人気漫画ワンピースのウソップのキャラクター像、こちらが12月8日日曜日に除幕式が行われることが決まりました。この取り組みは熊本県が進めるワンピース熊本復興プロジェクトの一環で、ワンピースに登場する麦わらの一味のキャラクター像を県内8カ所に設置するもので、阿蘇市には阿蘇駅前にウソップのキャラクター像が設置されることがすでに決まっていましたが、それが12月8日にいよいよお目見えします。設置場所は阿蘇駅前で、現在は設置案内の看板が立っています。どんな大きさでどんなポーズをとっているウソップなんでしょうか。今からとても楽しみです。除幕式は令和元年12月8日日曜日午後1時半から阿蘇駅前で行われます。続いては阿蘇もんいいもんのコーナーです。オンラインショップ担当の森さんと一緒にお伝えします。よろしくお願いします。お願いします。さあ、後ろの画面にはアソモの、ね、トップページが映ってますが、今年もいよいよ新米が登場しましたね。はい、はいはい、毎日の食卓に欠かせない新米です。今年も安心安全なお米を皆さんにお届けします。はい、ではこちらの3つのポイントでその魅力を紹介していきましょう。まず1つ目です。やだ、アソはお米の名産地。これはどうしてですか。はい、アソの湧き水、地下水、うん、はい、豊富なの知ってますか。はい、はい、至るところ、そうです、至るところから湧き出てますので、うんうん、その水が、農業にも使われてるんですね。はい、あの綺麗な水が農業にも使われていて、うん、お米もその水を使ってすくすくと育ってるんですけれども、それと、夏は涼しくて、冬は厳しい気候っていうのもあって、この時期も朝晩の寒暖差っていうのがあります。はい、でその寒暖差がお米を美味しくする、まあ、お米だけじゃなくて作物ですね、を美味しくするっていうことに欠かせないこの寒暖差ですね。阿蘇は寒暖差があるので、作物がとても美味しく育つという環境が整ってる、はい、阿蘇です。美味しい理由の一つですね。はい、そうですね。じゃあ次ポイント2です。はい、ブレンドなしの純阿蘇産、これはどういうことでしょうか。はい、阿蘇もで契約している、お米の農家さんのものを純粋なままお届けします。うん、なので他の地域のお米と混ざることもありませんし、もちろん、阿蘇もの農家さん、契約農家さん同士のお米が混ざるようなこともないので、もうブレンドなしの純阿蘇三米を皆さんに、はい、お届けいたします。はい、そして最後のポイントです。超お得な定期便、まあ、超がついてるということは結構お得ですか。はい、かなりお得です。はいはい、数量限定で、お届けするんですけど、うん、特別価格で60個限定でお届けします。はい、これは、毎月5キロのお米を生産者さんと、品種を変えてお届けします。はい、通常購入よりも1年間で4800円もお得になります。はい、さらに、一括購入をしていただくと代引き手数料がかかりませんので、うん、3600円さらに、はい、お安くなっております。はいはい、そして、発送直前に精米しますので、つきたての美味しいお米を皆さんにお届けすることができます。やっぱりね、精米したてってこう輝きがね、はい、違いますよね。そうですね、炊いた時のね。はい、もちろん自宅用でもいいんですが、例えば遠方に住むお子様とか、はい、そういった方にね、こうプレゼントとして1年間お米のプレゼントっていうのもね、はい、素敵ですよね。そうですね、もうこれ3年目なので、うん、リピーターさんもたくさんいらっしゃって、あの大変ご好評いただいているので、うん、お早めにご購入をお願いいたします。はいはい、お米の定期便は60名様限定ということです。阿蘇の美味しいお米、皆さんもぜひ味わってみてください。詳しくは阿蘇ものホームページをご覧ください。阿蘇もんいいもん、今回は阿蘇の新米について森さんと一緒にお伝えしました。ありがとうございました。最後にイベント情報です。10月6日日曜日に
第24回阿蘇マルシェが開催されます。今回のテーマは新米祭り。維新の会の朝ごはんは炊きたての新米ご飯とそれに合うおかずが500円で先着200名様に販売されます。その他にも採れたて新鮮野菜の販売や10歳以下のお子様限定でおにぎり上手に作ろう大会、またマルシェ会場にバイクで来られた方には炊きたてのお米で握ったおにぎりがプレゼントされます。場所は阿蘇草原保全活動センター芝生広場。時間は午前7時から午前11時までとなっています。詳しくは阿蘇マルシェで検索してご覧ください。 WebTV 阿蘇プラス、最後までご覧いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。さようなら。